なんでそんなずっと忘れるのか。携帯の話で。鍋でいいですか。はい、鍋でいいです。ありがとうございます。携帯あった？ない。え、携帯本当にないの？ない。あれ見る今日何エプロンつけてない。俺がエプロンいつもエプロンしてるみたいに言うなや。俺はやっぱエプロン。ミエさんなんで今日エプロンを。はい、エプロンつけてエプロンつけてちゃんと結んで。はい、まあはい、まあ、で前髪上げて前髪上げて、はい、お前ペニワじゃねえかい。マジのペニワじゃねえかい。はい長寿。おお。肩で出てくるな。ね、うまそう。はい、お昼休みのウキウキピッチ。あちこちそう、あちこちいいと思う。でてててて、まあ、一旦まず、起こさないでいこう。そうだね。そうだね。静かに。静かに。静かに。何度やってもさ、静かにしてこの階段登るときって一番楽しいよ。確かに。ワクワクするな。ワクワクするぞ。ベジータやめろ、ベジータ。だって真実はないよ。僕は蝶が起きてるかわかんないよ。普通に言います。めっちゃ言います。どうぞ。天下天下なんちょっと。あ、これ深いっすね。深い深いっす。今いつも通り今ね、ノンレム睡眠に行きます、ね、ああ。額すごく。ノンレムの時に起こすと不機嫌になるから、あと1時間後に起こせばハイテンション準で起きる。あ、それは嫌だな。だるいの。あ、あの陰キャがたまにある。そう、有頂天陰キャはあの一番だるいんですよ。あ、わかります。お気持ちお察しします。ナイス陰キャと気持ちわかりますよ。あ、ナイス陰キャ、気持ちお察しします。わかりますね、だから。お察しすんね。え、待って、F。クサロン大好き。ね、俺そういうの大好きなんですよ。純かぶりだよそれ。最近ね、未来もかぶってて、ネギのことネギちゃんって言ってた。この前やべえよ。マジでやだ。だってさ、衝撃的だったもん。お野菜とか、うん、めっちゃ出さない。ちょっとこのお野菜がきつい。きつい。このお野菜がきつい。お掃除、お洗濯。なるほどね。そう、純はちゃん付けするから、お肉ちゃんとか。肉ちゃちゃちゃそうだよ、するよ。ちゃんとかちゃんって育ちがいいんですよ。育ちがいいから。だってちゃんと、この間もさ、たつきがさ、問題出してくれたじゃん、クイズとか。うん、大阪直美選手とか、ちゃんと。確かに、育ちいい。確かに、選手、育ちいい。俺も思ってた。確かに。いいことなんだけど、ちょっと、ね、俺言うと叩かれてる、俺たち。うん、それが普通やろ、普通やろ、うまい。知らんよ。そんなのうまいな、大谷翔平なんか大谷って言うやろ。本当だよね。同じよな。うん、大谷選手とか大谷翔平さんとか、なんか同意って思うの。同業者じゃない、うん、テレビとかなら分かるね。そうそう、テレビとかで言うと、汁をふんだんに吸った油揚げがたまらん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 。で、このたくさんのベースがお野菜の、どうしよう、どうしよう。お野菜言ってるお野菜、あ、お野菜って言った今。一緒にお金行こうか。じゃあこのお油揚げ。お油揚げ。いや、それ長すぎていらんやろ。おけんすけ。おけんすけ。おけんすけ。それはもう名前じゃない。おたつ。なんか上品なとな。おえりんぎにね、おえりんぎ。おえのき、おえのきは。おにんにく。やばい、上品かぶりキモいな。じゃあ縛ろうぜ、今日。絶対おつけないと。お白菜ね。お豆腐。お豆腐。まあ、じゃあ、お豆腐。お豆腐。
お豆腐じゃあ、お父さんとか、お母さんになっちゃう。なんか大ザリガニとかだったら、うん、大ザリガニ。ややこしいや。いや、やこしいや。野村満載。めっちゃうまそう。いただきます。はい。うまそう。どう最高。お鍋のいい季節になりました。おいしい。お疲れ様。はい。本当にお鍋のいい季節になりました。最高っすね、うん、やっぱ鍋最高っすわ。ちょ、あったまりますね。あったまるよ、うん、いいね、めちゃくちゃ、ね、いいね、最高。ここでやってること忘れてた。あ、忘れてた。確かに。何が起きないの。いや、起きるわけないや、暁とか。ジョンは起きやすい子。何と言ってたら起きる気するけど、さすがに見ない。絶対起きる。見ない。絶対起きる。殴ってもんない。いや、それ起きるよ。見ないよ、でも起きない。見ないよ。うん。気づけなかった。だから、タツキも起きないと。嘘。東京、東京活動時間。アメリカの警部に繋がってるから。10時ぐらいで活動限界で。あっ、もう。ってことで、もう声のトーン上げていいんじゃない。もういいやん、もう終盤、もう終盤つうか、もう鍋も作ったしね、うん、ってことなんで、まあ、そうやっていいよね。鍋は美味しく食べようと思うんだけど、いや、うまい鍋だからね、ほんとに鶏映えたらね。ジュン、ね、まあ、ニラ好きって言ってたからな、うん、ニラでも、ね、ちょっと食べさせてあげようかな。え、なんでこいつ語ったの。ジョーラ、まあまあ、いつものね。ついた。で、なんか俺もアートしたい。アートしてあげて。うん。おあれ、どうした？じゃあどうした？ジュン、ちゃんとニラ食いなね、うん、背中の背中のニラ世界のニラ言ってんねん。待って、ちょっと待って、あれ、エリンギあった。え、嘘、うん、エリンギあった。エリンギ、あ、エリンギじゃなかった。ちょっと待って、朝立ちしそう。松茸に進化したのか。コンビニ松茸に進化。ちょ、おはよう。おはよう。何してんだ。え、鍋パしてるよ。なんか途中から、うん、すごい途中からうれしかった。いやいや、鍋パしてることに驚いてや。てか、まあ、もう当たり前か。なんか別にもう驚かなくなってきたよね。あ、弱い鍋でしょ、うん、いや、バカ弱いです。弱いんだ、これ弱いか、これ。鍋なんてもう久しぶりじゃない。この店久しぶりっていうか初、今季初。今季初。今季初だよ。去年よく食べてたもんね、俺たち。いや、マジで食べてた。楽なんだもんね。うまっ。うまい。うまい。うまっ。うん。ファッション。ネタです。ネタじゃなくて、出てきた。よかったね。よかったね。生まれたの。世界のニラや。世界のニラです。世界のニラ。それが世界のニラです。じゃあ、世界の鬼ラです。世界の鬼ラ。お前食べるのか。お世界の鬼ラです。お世界の鬼ラめっちゃうまいんだけど。めっちゃうまいんだ。うん、ちなみに、ジュン、これは何？オブラーゲ。オブラーゲ。オブラーゲ。え、オアブラーゲじゃん。オブラーゲ。